どうもエルザレットです。それでは12月の配信についてご連絡となります。で、12月に関してというところなんですが、結構配信の変更が多かったので、そちらをちょっとこういった形でさせていただくことになりました。で、そうですね、ツイッターとか、他の方が使っている投稿機能を使えばいいんじゃないかというのもあるかと思うんですが、実際投稿機能っていうのはある程度のラインまでいかないと使えないというのがありますので、そのラインを超えるまではこういった形で、変更が多い場合、まあ、お知らせ動画として上げていきたいと思います。ではまずスケジュールですね。大まかなスケジュールを見ていきたいなと思います。毎週土曜日にですね、配信については、変えてた、ガチマですねをやってたんですが、ガチマプラベを大きく日程の方を変更することになりました。画像を見てもらうと一番わかりやすいのは黄色の部分ですね。こちらが変わってきます。まあ、スプラの配信内容がガラッと入れ替わるということです。毎週土曜日だったものが、平日の水曜、月曜にも混ざってくるというところになります。まず、このガチマフラゲが大きく変わるというのが最初ですね。で、続いては14日です。14日に関しましては、こちら、ガチマプラベの予定だったんですが、今回ゲストの方が来てくれますので、そのゲストの方と配信をする日ということで、参加型の縄張り、またはちょっと参加型のという形でちょっと変えたいと思ってます。なので、スプラはするんですが、そもそもということですね、内容は変わりやすいというところとなります。で、最後、3つ目ですね。3つ目に関しましては、最終週はゲーム納めということで、今年ももう終わりますので、最終週は、ゲーム納めでいきたいと思います。まあ、縄張りの参加型をやるというところなんですが、頻度を増やして、まあ、皆さんが参加しやすいようにしようかなと。なので、一応、ランダム回が少なくなるような感じになりつつ、スプラの配信でバランスを取ったというところになります。まあ、ランダム回もうまいことスプラするかもしれないんですが、そのあたりは。ご了承いただければと思います。はい、ということで、まあ、最後ちょっと最終的なスケジュールを出しているわけですが、最初にお話ししたように、こちらの内容、ですね、Twitter などでも上げる予定ですが、どうしても YouTube だけの方には、こちらの投稿が届かないというところがありましたので、こちらにてお知らせという形で配信させてもらってます。そうですね、まあ、なかなかこのあたりの管理は、難しいかなと思いますが、何かやってるのかなという気、こちらの動画を12月中はですね、見ていただければと思います。それではまた、ゲームの実況などでお会いしましょう。それじゃあまたね。